CES は毎年1月全米民生技術協会が主催し、ネバダ州ラスベガスで開催される電子機器の見本誌である。業界向けの見本誌で一般への公開はされていない。展示会には多くの新製品が出品され、プロトタイプも多い。当初から長らく名称はコンシューマーエレクトロニクス賞だった。現在、CES では コンシューマーエレクトロニクスショーとして紹介しないように公式に記している。ラスベガスコンベンションセンターを中心として開催され、一部の特定分野は別会場となっている。第1回は1967年6月、ニューヨークで開催された。1978年から1994年まで CES はラスベガスで1月に開催されるウィンター。 コンシューマーエレクトロニクスショーとシカゴで6月に開催されていた。サマーコンシューマーエレクトロニクスショーの年に2回開催されていた。1995年からラスベガスで1月に年に1回だけ開催されるようになった。ラスベガスでも最大規模の見本市の一つである。CES のロゴ2005年は1月6日から1月9日まで開催された。 マイクロソフト会長であったビル・ゲイツの基調講演ではデモ用マシンが不調となって失敗するという波乱の幕開けとなった。サムスン電子は100人インチのプラズマテレビを公開した。2006年は1月5日から1月8日に開催された。ビル・ゲイツや他の業者の基調講演の主要テーマは HDTV であった。HDDVD とブルーレイディスクの競合が目を引く中で 最初の HD の映画タイトルがリリースされ、最初の HD プレイヤーも発表された。フィリップスは電子ペーパーのプロトタイプを展示した。参加者は15万人を超え、会場面積は全部で167万平方フィートとなり、アメリカ最大のエレクトロニクス系イベントとなった。通常、木曜日から週末にかけて開催されていたが、この年は月曜日から、 木曜日の開催となった。ビル・ゲイツは、基調公演を前夜に行った。通常の基調公演は、全米家電協会の CEO メイリー・シャピロ、モトローラの CEO エド・ザンダーらが行った。Windows Vista とダークテックス10のゲーム展示では、エイジ・オブ・コナンとクリシスがデモ展示された。2008年は、1月7日から1月10日に、開催された。ビル・ゲイツは、基調公演で、 マイクロソフトでの日常業務からの正式な引退を表明した。発表の中でゲイツは彼のマイクロソフトでの追イを長めのコメディジトテの寸劇で披露し、その中で JZ、ジョン・スチュワート、ブライアン・ウィリアムズ、スティーブン・スピルバーグ、ボノ、バラック・オーバマ、ヒラリー・クリントン、ジョージ・クルーニー、マシューマ・コノヒーが仮面を出演した。 その脚本は、脚本家のストライキが発生する前に、全米脚本家組合のメンバーが書いたとされている。パナソニックは、150インチのプラズマテレビと50インチで、iPhone 並みに薄いプラズマテレビで注目を集めた。HDDVD とブルーレイディスクの競合も目を引いたが、直前にワーナーブラザーズが、ブルーレイディスク単独支持を表明したことで、両陣営のブースは、 対照的となった。ブルーレイディスクのブースは大賑わいを見せる一方で、HDDVD のブースは、看光庁がなくありさまであった。2009年の日程は、1月8日から11日となっている。2010年の日程は、1月7日から10日となっている。LG 電子の展示周辺を歩く参加者 CES2010 にて2021年の日程は、 1>, 1月11日から14日となっている。CES2021 は COVID-19 の感染拡大の影響により完全オンラインでの開催となった。CES の運営はオンライン開催にあたり数万人の参加にもこらえうるプラットフォームとして多くのビデオ会議サービスを検討し最終的にマイクロソフトティ Teams を使用することを決めた。出展企業の場合、 デジタル会場は2月15日までの30日間、残ったままとなる。2021年1月12日、ビリー・アイリッシュが、ライブデジタルパフォーマンスを予定している。またライアン・シークレストは、ビリー・アイリッシュと、デュア・リッパと共に、デジタル公演についてのトークセッションを予定している。CES で発表された製品や技術には、以下のようなものがある。ありがとうございます。